ンの皆さんこんにちは、スケモンです。霊夢です。マリサだぜ。今回もぷよぷよ実況やっていきたいと思います。やっていきましょう。ぷよぷよチャンピオンシップ皆さん見ましたか？シーズン2が始まって最初のチャンピオンシップだったね。いやー、やっぱりプロの試合ってのは見応えがあります。本戦打ってからのセカンドの打ち合いはやばいですね。やってる身としてもあんな感じの試合をしたいよな。セカンド勝負って一番熱いところだよね。しかも今回はショッピングセンターで行われていて、ぷよぷよを知らない人も結構見ていたみたいで、またこれで知名度が上がったんじゃないの。中継を見ている感じだと結構いろんな年齢層の人が見ているように見えたな。あと、今回は初のリーグ戦を導入した戦いだったんでしょ。そうなんだよね。だから今までと違って2試合同時進行ってのがなくなって、全部の試合を見れるようになったんだよね。しかも今回は初めての組み合わせとかもあって、新鮮な試合を見れたなって印象ですね。なるほどね。本当は4だったからせいで見に行ってもいいのかなと思ったんですけど、都合が合わなかったので今回は行けませんでした。またいずれ4でやってくれるのなら今度は行きたいですね。まあやっぱり生で見るのとじゃ違うもんね。夏休み国体予選とか行けたら行ってみれば。そうだね、行ってみようかな。さあ先に1本選手していきましたね。今の試合何も言ってなかったけど、ものすごくツモが良かったよね。7万点超えだったね。結構でかい。最近結構あの大きさの連鎖打つよね。ちょっと本戦力上がったのかな。おっと、ちょっと迷ったな。相手は今回は新 GTR か。あ、これはミスです。間違えて本戦を発火してしまいました。あ、でも向こうも間違えて青発火してるね。これはラッキー勝利か。さあ、困ったね困ったね。これは案外こういう攻撃が刺さったりするんですよね。日本選手だしな。じゃあまあ、2戦目やっていきますか。はいはい。さあ今回のこのツモは GTR ですね。相手も同じようにあれは GTR っぽいな。ちょっと変形した GTR ですね。ツモ的にこちらはそうなってしまいました。一応この GTR にも名前があったはずだけど、なんだっけ、覚えてないや。ぷよぷよの位置とか見るといろんな積み方あるからね。それな、全部覚えるの把握しきれないっすよ。ここは1回大きな2連鎖を打ちましたが、相手も2連鎖で軽減してきましたね。ですけど量が少し足りないので少し向こうに振りますね。こっちは若干形が悪いですね。真ん中を埋めないと伸ばすに伸ばせないぞ。適当にツモ入れとこうぜ。そんなんでいいのかよ。適当なプヨラーだな。一回ここは単発を挟んで、相手も少しお邪魔が振ってるから繋げにくそうには見えるけど、発火してみるか。危険すぎないかこの発火は。相手がミスって3連鎖打ったおかげで勝てましたね。あと、思っていたより連鎖があったわ。確かにな。まあでもあのタイミングでの発火は良くないわな。見切られる可能性があるわ。さあ今回は鍵済みの形ですよ。それに対して相手は先折りの GTR ですね。今のところお互いに綺麗に組めているね。思っているよりツモがいい。これは本戦重視で組んでいくか。あ、ミスった。謎の単発を挟んでしまったじゃないか。いや、まだリカバリーは。あ、またミスっちった。おいおい、なんだ、どうか。幸いにも相手はこれを受けているぞ。折り返し部分が完成できていないから、まだ完全に負けたとは言えなさそう。これで倒すことできるんじゃないか。一度にするとその後の動きにも支障出るわ。悪い流れが続くのはそういうところにもだよな。じゃ、次の試合行きますか。焼肉といえば？いきなりなんだよ。焼肉といえば皆さんどこ行きます？やっぱり龍角とかですかね。スタミナ太郎は？それはノーコメントで。ノーコメントとか意味深な感じで返すなよ。結局コスパとか含めたら、一番いいのは安楽亭だと思うんですよね。値段も味も悪くないからな。最近腰つべには飯テロ動画多いじゃないすか。まあね、あんな動画を見て龍角美味しそうだなって、思ったから行ったんですよ。そしたら思いのほかって感じだったんですよね。そうなの？いや、味とかは全然申し分ないんですよ。だけど安楽亭の安さと比べたら、自分の中ではちょっとそっちの方が上回ってるなと。まあお金はないけど飯は食べる年齢だからな。そうなんだよね。めっちゃ腹減ってるのに昼食抑える時とか普通に皿にあるからね。食べ放題は若者の味方だね。食べ放題と飲み放題ね。あ、これ以上行くと健全な動画じゃなくなる。それは笑う。皆さんは焼肉屋と言ったらどこ行きますかね。一番肉焼肉屋をコメント欄にでも書いてください。コネ稼ぎ来た。そんな喜ぶなよ。いやー、でも深夜の編集で焼肉をテーマにした雑談をするんじゃなかった。自爆してるじゃんそんなの。カルビと大盛りご飯を食べたい。めちゃくちゃそれで腹を満たしたい。今度は金じゃない欲望を言わじめた男。人間ですからね。もう自分は決めたんです。欲望に忠実になった方が人生得をすると。急な人生論始まった。まだ20年程度しか生きてないだろ。20年でわかることもあるんやって。そうなんだ。霊夢のその言い方なかなかに腹が立つぞ。ボインを伸ばすやつちょうでー。うざいとか言っちゃダメだよ。健全なぷよぷよ動画なんでしょう。くはめられた。いや、全くはめていないんだが。あ、ミスったわ。おいまたかよ、今日何回ミスるんだ。変な話ばっかしてるからじゃね。それが事実なら変なプヨラーになります。はい、決まりね。変なプヨラーですあなた。いや決まり方あっさりすぎる。変な仕掛け方したな。せっかく連鎖日がいい感じに組めていたのに。もったいないマンだわ。この3連鎖も怪しいぞ。あ、向こうは本戦っぽいの打ってきたね。これはちょっとまずいんじゃないの。4 3 4 5
はい、セカンドも不発に終わったな。予定ではこんな技じゃなかったのに、全然そうなっちゃってますね。まあいいですよ、ここまでが想定内なんで。言ってることコロコロ変わるなおい。さあお得意の神積みだ。相手には悪いがこの積み方をした僕は無敵だ。なんで今日こんなにイケイケなんですか。知らない、焼肉の話でおかしくなったんじゃね。焼肉って恐ろしいな、人を変える力があるのか。さあ相手は先折り GTR、 折り返し部分がちょっと怪しそうですね。一回に連鎖仕掛けたいと思います。おっと、これは嫌なところに二段振らせたんじゃない。さあ相手が掘れないのを見て三連鎖ダブル仕掛けます。焼肉に飢えた男の底力は舐めない方がいいよ。皆さん学びましたか？多分テストに出るぞ。さあラストの試合やっていきましょうか。今回はこちらは先折り GTR、 向こうは見た感じだと後折り GTR っぽいですね。まあ速攻はしてこなさそうな形だから、そこまで警戒しなくても良さそうだけど。フラグにならないように気をつけな。一回単発を挟みます。ちょっと相手のフィールドを乱していくと、あ、本当にさっきの発言フラグになりやがった。がっつり発火してきたな。危ない、紫ゾロを引かなかったらやられてた。ただ3連鎖しかないからちょっと不利そうだね。まあまだこれくらいならなんとかはなるね。最近こういう展開多いな。速攻流行ってるんですかね。でも4連鎖は速攻と見ていいのか。うわ、直撃じゃん。まあでも高く積んどいたからまだ勝ちの目はありますよ。ぷよの差でも全然有利だしね。ちょいちょい単発を挟んで時間的アドを取りましょう。サードのタイミングで発火するか。青ゾロが見えた、これで発火しちゃいましょう。5連鎖なら最悪総裁で終わるしね。相手の青は繋がらないと。ここは乱戦だったけど勝利を収めましたね。乱戦得意になった？お邪魔を受けるのは得意になったかもね。対応手がなかったら最悪受けてもいい形にするとか。ああ、一部分を高く積んだりとかな。さあ今回は鍵積みでいきます。ちょっと赤が多いね。鍵積みは色が偏ると困るんだよな。まあそれはどの積みもだろうけど。ちょっと形が悪くなりかけてるな。ちぎりが必然的に多くなってしまう。真ん中に置けるツモがなかなか来ないね。ああやっと置ける。まともな形になってきたな。向こうもしっかり組めているから中盤を仕掛ける余裕はなさそうですね。ツモがいいので混戦を伸ばしていきます。先にどちらが仕掛けますかね。今のところお互い何も仕掛ける様子がないな。結構ここまで詰めてきたけど、結構大きそうな連鎖を組めた気がするけど、先打ちしてもいいかな。先打ちの欲望がっているか。ああ、このツモをこっちに置いて赤紫を81で発火しちゃおう。最後まで組めているから結構大きそうだな。12連鎖か。整形の強みの連鎖力はさすがだな。それでは今回はこれで。ご視聴ありがとうございました。